こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日もですね、ウィニングイレブンアプリ2017の、スカウト確定組み合わせで、井出口選手の紹介していこうと思います。はい。で、井出口選手はですね、前回オーストラリア戦ワールドカップ決めた試合でですね、結構衝撃的なゴール決めて、今海外移籍もするんじゃないかって話題もされてるぐらい、今一気に注目が集まった選手なので、紹介していきたいなと思います。今回の井出口選手はですね、りょうさんという方からの、リクエストで紹介させていただくことになりました。はい。で、井出口選手のスカウト確定、早速やっていく前にですね、能力値見ていきます。日本で、ガンバ大阪の選手ですね。確かユースから、上がってきた生え抜きの選手だったと思います。はい。で、年齢は20歳で、身長が171センチで、中盤の選手ですね。で、能力値としてはこんな感じ。まあ白玉なんで、黄色はないんですけど、まあまあまあって感じですね。で、スキルはなしと。まあ17シーズンだとあんまり強くはないと思うんですけど、まあ今後どんどん強くなっていくのと、日本チームのスカットはやっぱ好きな選手使うのが一番やっぱ楽しいと思うので、ぜひ紹介させていただければなと思っております。はい。で、今回はですね、パターン A の1種類のみスカウトを持ってきました。で、そちらがですね、まず1個目が所属チームガンバ大阪に、ポジションが、ディフェンシブミッドフィルダーで、最後が年齢24歳以下で確定になります。はい。で、多分これ1種類になっちゃうかなと思ってます。で、ちなみに僕はですね、日本 DMF24 歳以下っていう風に絞れて、そういった絞り方をすると4選手になります。遠藤航、野沢、宮原、入口と。で、この中でガンバ大阪の選手が、1人しかいないので、日本をガンバ大阪に変えていただければ確定という形になります。逆に、ガンバと DMF だけだと、井出口選手ともう一人選手が引っかかってしまうので、24歳以下をつけないと確定にならないというような形になっております。はい。ということで、早いんですけど、今回井出口選手のスカウト確定組み合わせ紹介させていただきました。まあ、多分2018もまだ白だとは思うんですけど、今後銀とか、下手したら金とか、そのレベルまで行く選手だと僕は思ってるので、ぜひ、ゲットしてみてください。はい。ということで、今日の動画は以上で終了になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。